はい、全国のブボーイの皆様、こんにちは。お待たせしました。第2回ブボーイファッション通信の、時間がやってまいりました。今日紹介するのはもうこれ、来てますが、じゃ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 ん。ちょっと。この間古着屋さんで買った LL ビーンの綿100%のカットソーです。前回紹介した、バーガンディなども、どんな色にも合うというふうに言ってましたが、こういった深い緑の、なんですかね、モスグリーンなんですかね。まあ、ちょっと深い緑、色の緑のカットソーを、はですね、何にでも合うと思います。で、こういうのもおすすめです。まあ、前の、ニット、まあ、ニットでも洗えるやつもあるんですけど、この間のは、ちょっと洗濯物、普通に洗濯するのは、ちょっと、まあ、縮んだりね、向かないもんですけど、まあ、綿100%のものだったら、まあ、洗濯も簡単なので、こういうような深緑の落ち着いた色の、しかも無地の、カットソーを持っておくと非常に便利です。何が便利かというと、無難です。超無難です。まあ、ちょっと全身を写してみますと、こんな感じ。まあ、今日は、紺の綿麻のカンフーパンツを履いていまして、まあ、あんまりにも無地すぎるんで、下に、米田洋品店で、作ってもらった、なんですか、レッグウォーマーをつけていますが、まあ、見えても見えなくても、この際、どっちでもいいです。まあ、こうやって見ると、上も暗いし、下も、まあ、ちょっと、深めの色なので、まあ、なんていうんですかね、暗い感じがすると思うんですけど、まあ、こんなもんでいいんじゃないのかと。まあ、前回も言ったように、サイズも合ってるし、まあ、ブボーイ必須の動きやすさっていうのも兼ね備えてますし、こんなのがいいんじゃないかと。何がいいかというと、この合わせやすさですね。やっぱりこう、なんていうんですか、柄が入ってるものだと、まあ、あれは、やっぱりおしゃれさんが使うものなので、私たち、普通を目指す部ボーイにとっては、まだまだいずれね、いずれ手を出したいけど、そっちから手を出していくと、まあ、まとまりっていうのを得るのが非常に大変だったりするので、まずはこういう無難で、まあ、ややつまんなさも感じるような、アイテムからまず揃えていくというのが、まあ、普通への道なんじゃないかなと思っています。今日紹介したのは LL ビーン。まあ、古着屋さんで買った LL ビーンのカットソーでした。こういうようなアイテムを、買ってみてください。それでは、さよなら。そう。で、なんで武術のこのね、ブボーイに向けたファッション通信というのがおしゃれを目指さないかというと、まあ、武術の業界で言えば、おしゃれっていうのは達人なんですよ。なんで、達人っていうのは、まあ大体ね、まあ、なんかこう、力は使いません。いや、なんかね、こういう立って止まってる練習だけで強くなるんですよとかね、もしくはそういうのね、練習こそが強くなる練習で筋トレをするとかね、まあ、なんか基礎体力作りでね、やるっていうのは、もうそんなにね、価値のない練習だからこっちをやんなさいとかね、そういうことを言うんですよ。言うんですけど、それを真に受けてそういうのだけやってると、まあ全然強くならない。っていうのはブーボーイは、まあ、ご納得いただけると思うんですけど、まあ、そういうようなね、練習を、するっていうのは、まあ、達人もね、嘘をついてるわけじゃないんですよ。だから達人はそういう練習をすると、さらにベースを重ねた上にそういうことをやってるから、確かにね、その段階にある人はそういうことをやると、まあ、おしゃれになる、もしくは武術でやれば強くなるんですよ。でもそうじゃないと。全然そんな基礎が固まってない人がそんなことやってもただ奇抜なだけとか、まあ、そのベースができていないのにそんなちょっとね、変わった練習をしても、まあ、全然強くならないと。だからやるのはまずはつまんないことだろうと。まあ、このボーイファッション通信ではなんかね、そんな、なんかこう、これをやるとおしゃれというんじゃなくて、まずは、嫌われない。好かれたいという気持ちはあるけども、目指すところはまず嫌われない、嫌がられない、不特定多数に嫌がられないと。もちろん、なんていうんですかね、まあ、ちょっと変わったファッションとかを好きな人もいると思います。
だけど、まあ、なんかそういう人に向けてなんかニッチなところを攻めていっても、やっぱりなんか確率っていうのは上がらないと思うので、まずは、不特定多数に嫌われないファッションとは何かというのを、検証していきたいなと思って、まあ、特に今日は、この無地、まあ、ややダサく、まあ、これをダサいと言ってると、もう私には何もやることはないんですけど、まあまあ、もさったくね、見えるかもしれないというようなものから始めて、やっていくといいんじゃないかなと思って、今後もこのチャンネルを、このチャンネルというか、武術、武謀に向けたファッション通信をね、続けていこうと思います。はい。まあ、賛否両論あると思うんですけども、それも含めて、楽しんでいただければいいなと思います。まあ、なんていうんですかね、ヒップホップじゃないですけど、このファッションに疎い、まあ、おしゃれに自信がないという、まあ、通常であれば弱みを、それをね、武器にして、強みにね、していければいいんじゃないかなと思ってます。まあ、おしゃれじゃない、上等、目指せ普通、今後も続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは。